演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。大塚食品のソイジョイ抹茶&マカダミアを食べたいと思います。どんな味なのかな。ソイジョイって今まで食べたことなかったっけ。あれあったっけ、どっちだったっけ。まあいいか。はい、というわけで、ね、まず中身はこんな感じになってます。ちょっとしっとり系ですね、これ。では中身パキッと割って、あ、音はしませんけど、いただきます。ちょっとクリスピーとは違うかな。でもマカダミアナッツはしっかり感じられる。抹茶は感じられるね。全体的にしっとりとした食感で、まあ大豆の確かに感じることができるんですが、ちょっと食感がないので物足りないかなっていう感じ。こういうのはザクザクとした食感もまた満たしてくれるような要素の一つになったと思うので、そこがないとちょっと物足りないかなっていう部分があります。また抹茶もそこまで濃厚なタイプではなく、あっさりいただけるのでさ、もうちょっと風味が欲しかったなと思う部分もありますので、これはこちらのペースとさせていただきます。難しいですね。それではツバメかな。雨が降るほど下に来る。ツバメだけに限らないと思いますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。